吉田さん、確かに駆け出しの頃は売り上げないですよ。そんな誇れるほどね。だけどもそういう時だからこそ、勢いがなかったらどうするんですかと思ってやってました。実力もない、経験もない、コネもない、何にもない、売り上げすらない、やる気を見せることすらなかったら、どこに突破口ができるんですかってことですよね。だから最初はね、多少ね、ハッタリですよ。俺はやる気があるんだと、俺はこれから売っていくんだと、365日20時間やっていくんだみたいなことで自分を鼓舞する、自らを鼓舞していく、そしてそういうふうな意識を見せることが少なからずいらっしゃった、ファンの方っていうかね、視聴者さんというか塾生さんへの恩返しだと思いますよ。あんなね、売れてませんとかね、ダメですとか、きついっすねみたいなことをね、一瞬たりとも見せられないです。まずは元気がなかったら空元気からっていうのがね、私の信条でございます。そのうちにね、その空元気が本当の元気になります。例え話をしましょうか。もうそろそろ必要なくなったと思いますけども、ストーブに灯油を入れる時がありますよね。私はまあ電池でこうやって自動的に入れるやつを買ったんですけども、それが買えない頃はこうペコペコってやる、これね、赤いね、くにゃくにゃなやつをこうペコペコしながらサイフォンの原理で、灯油をついでました。最初の何回かこうやってペコペコやるんですけども、しばらくすると手を離してもずっと灯油がね、回り始めるっていうかね、継ぎ始めますね、自動的に。あれなんですよ、ビジネスも。最初はもう本当に自作自演みたいな感じで自分を盛り上げたりね、自分の商品を自分で買うぐらいの勢いでやっていくんですよ。まあ、そうしていくうちに潤沢に売り上げと経費が回り始めて、そこにね、お客様っていうかね、ファンの方が巻き込まれるように売り上げを立てていくって形ですから、私は最初に社員としてスーパーに勤めた時から自己購入ってのやってましたよ。予算があとね、3万円で今月行きそうだと思ったら3万円自分で買いましたからね。そうやって予算達成をずっとしていくわけですよ。で、予算達成することが当たり前っていう環境を作っていって、それで周りの方とかパートさんも鼓舞していくって感じですかね。で、そのうちにやっぱり本当に売り上げが立つようになるとかね、本当に利益が出始めるとか、惜しかったけどダメだったよりもギリギリいったよねっていうのの積み重ねの方がやっぱり私はいい効果を生むと思うんですよ。まあそんな感じでね、最初私はセルフバックで、自分は1円もまだ入金されてないのにセルフバックのやり方を教えて80万最初の1ヶ月35日で得たっていうのが最初のポンプですよね。でもこれは大いにやれることだと思うんですよ、だからね、やっていかないとね。で、月末だから頑張ろうよとかね、今日クリスマスだとか言ってるけどそんなことやってる場合じゃないよと、余裕もないのに浮かれてらんないでしょみたいなことね、最初3年ぐらいはやってたと思いますけども、今はね、逆にもうちょっと余裕を持ってやっていきましょうみたいなポジションに変わりました。それはだから余裕があるんで、集金も焦らないしね、販売価格も柔らかくしていくとか、分割を大いに認めていくとかね、催促しないとかっていう立ち位置に変わりましたけども、それはまだね、資金的にきつい人はどんどん真っ赤になってやった方がいいですよね。それはね、売上優先とか利益優先でやった方がいいですよ。それだけのことをしてるわけですから、利益をいただいてもいいようなことをしてるわけですから、皆さんね、本当にね、その自信があるんだったらきちんと切り取ってもいいと思いますよ。10万円分の提供したのに3万円が受け取れないとかね、3万円を払ってもらえなかったら、それはね、怒らないといけないですよね、どっちかっていうと、自分の何ビジネスにちゃんと責任を持ってるんだったら、資金回収もビジネスのうちですからね。はい、ということで今日は4月2日ですけども、私はね、どっちかっていうと月の前半の方に売り上げが偏るんですよ。現在のところちょっと集計をね、今してたんですけども、だいたい260万ですね。260万で4月2日4月の売り上げになってます。どうですかね、2日、1日1万130円、と130万円ということでございますね。260万、まあ今後今日からずっとね、売上っていうのはどんどん私の場合はちょっと緩やかになっていって、だいたい15日から20日の間にもう入金が止まってですね、最後の10日間っていうのはほとんど売上がないような状態ですけど、なんですよね。で、どういうしてこういうふうな入金状況にしてるかっていうと、私の場合はね、まあ、月締めなのは変わらないんですけども、最初の1週間とか2週間で、まあ、予算が立ったら後半の方は緩やかにやるんですよ。で、前半でちょっときつかったら後半はちょっとね、気合を入れてプロモーション組んだりとかするんですよね。まあほとんどないですけどね。それから FX の方もそうなんですけども、前半でチャンスが見出せなかったら後半の方はちょっとね、リスクを高くしてリターンを高くしていくっていう方法になります。前半の方できっちり取れたら後半は、まあ、どっちかって言ったら傍観していくって形になりますよね。
まあ、それぞれのトレードスタイルとかビジネスのスタイルあると思いますので、月末追い込み型で前半はずっとね無料のコンテンツを出していくっていう方法もありますけども、私の場合はもう夏休みの宿題みたいな感じで、前半追い込んで後半のんびりって感じですよね。はい、それは今でも同じで、前半で追い込んで後半でのんびりって感じですね。まあ、人生もそういう風にならないかなと思ってずっとやってきたんですけども、おかげさまで、まあ、私の人生が80年と仮定すると前半の方で追い込めたなと思います。まあ、運にも助けられたんですけども、だから後半の方は割と懐深く攻めていけるのかなと思いますけどもね。まあ、体力も多分落ちてくると思うんで、落ちそうないですけどもね、落ちそうないな体力な。まだ全然落ちそうないですね。いってらっしゃい。